はい、すいすいプロジェクトのちんです。今日はですね、いつも子育てを頑張ってくれてる奥さんのために、僕がお昼ご飯を作りたいと思います。前からね、少しでも家事の手伝いができればいいなって思ってた時に、ちょうど僕が普段リハビリでお世話になってる脳梗塞リハビリセンターの方が、新しく自社製品でね、冷凍の弁当を作ったから、よかったら奥さんに食べさせてあげてくださいってことで送ってくれたんですよ。で、僕の体って、足が悪いだけではなくて、これで指も全く動かないんですね。握力ゼロなんです。これで手首は動くんで、多少の動作はできるんですが、なかなか料理は難しいと。ただそんな僕でもね、唯一できることが2つあるんですよ。唯一って言ってるのに2つあるんですけどね。でそれが電子レンジでチンすることと、あとティファールでお湯を沸かすっていう、この2つはできるんですよね。で、冷凍の弁当だったら、電子レンジでチンするだけじゃないですか。これだったらね、僕でもできるかなと思って、今日は奥さんにその弁当をご馳走したいと思います。それでは行ってみましょう。し、これが今回送ってもらったリハグルメという冷凍の弁当ですね。で、今回ひとみが、このチキンですね。で、僕がこの鮭です。はい。じゃあ今からね、この2つをね、調理していこうと思います。調理って言ってもね、電子レンジで温めるだけなんですけど、その前に袋をね、少し開けておかないといけないみたいなので、ハサミを使ってね、ちょっと開けていきたいと思います。でね、僕指動かないんですけど、一応ね、両手を使えばハサミは使えるので、頑張って切っていきたいと思います。これあかんな、ちょっとハサミ交換します。そうだね。This is a good day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin.よし、お待たせしました。はい、これが手料理です。ありがとうございます。チンしていただいて。チンしていただいて。残された機能は最大限生かすな。はい、いただきます。いただきます。おいしい。このリハグルメのいいところがさ、低カロリーで
低糖質なんやけど、うん、タンパク質が必ず 25g 以上入ってるっていうと。へえ。うん。よくダイエットとかで一番やっちゃいけんことって、うん、タンパク質の量を減らすことなんや。うん。うん。でも食べる量を減らすとどうしてもタンパク質って取りにくくて、で外食とかするとタンパク質取ろうと思ったら揚げ物とかが多いから結局脂質も多くなって、うんうん、でしかも丼物とかだとね糖質多くなるから、うん、なかなか取りにくいんだけど、うん、で歯車がちょっと待ってな、500キロカロリー以下で、でもタンパク質がたくさん入ってるから、うんうん、個人的にはね、トレーニングする人ももちろんやし、高齢者の人とか多分すごくいいかな。うん、うん、年取ってくるとさ、食べる量減るからさ、うん、タンパク質の量減ってしまって、うん、どうなるかっていうと筋肉の量が減るんよ、うん、ってなると褥瘡にもなりやすくなるし、うん、なんやったら歩けなかったり歩きにくくなっちゃうから、うん、うん、だからなんかすごくいいなと思って、うん、うん、まああと何より美味しいよね。うん、味全然少ないね。あ、でも塩分の量は少ないってこれ。うん、うん、まあ一個難点を挙げるなら高い。あ、一食あたり、まあ、1000円近くするから。あ、うん、ここはちょっと難点かなって思う。うん、うん、そうだね。でも自宅でチンだけでこれだけ美味しいもん食べれるって考えたら、なんか外に食材買いに行ったりとか、うんうん、外食したりすることを思うと、うん、まあいいんじゃないかな。1000円でも見合ってるっちゃ見合ってるよねと、うんうんうん、だってウーバーとか頼んだらね結局1000円ぐらいになるからね。うんうん、うん、私も毎食これじゃなくてもね、一応冷凍庫に入れといて今日料理大変やなみたいな時に、うん、パッて出せるその便利さも考えたらね、うんうん、ありちゃうかなと思う。なんか個人的にはなんかデメリット以上にメリットの方が多いなと、うんうん、ね、うん、子育てしとったらね料理とか大変やし、うん、あの今日料理する元気ないわっていう時にこういうのが冷凍庫にあると、うんうん、栄養もしっかりとれてね。味付け割れってホテルのシェフがやってるんだって。へえ、うん、ことがホテルホテルおばさん、ホテルおばさん、ステラおばさんみたいな、ホテルウォークラーだな。うん、うん、でシェフやってた人が、うん、味付けとかやってたし、うん、うん、それは美味しいね。美味しい、うん、美味しい、うん、美味しい。これ、うん、紙だよね。え、そうなん、これプラじゃないんだ。紙。あ、ほんまや、紙って書いてある。見た目的にはこれが嬉しい。へぇ、プラを生み出したくないからさ。あー、確かに。そっか、紙で捨てるやん。うん。3日前くらい。